はい、僕は825です。今週はちょっとですね、休みが変わりまして、火曜日の今日がお休みですね。今日はですね、ちょっと病院行ってからちょっと用事を済ませようかなと思ってますね。洗車したいところなんですけども、ちょっと雲行きが今日ちょっと怪しいんですよね。洗車してですね、夕方に雨が降ってくるとちょっと、ショックが大きいんですけどもね。バス業者さんですね。信号引っかかるんですよね。タイミングが悪いと思うんですけど、やっぱ変わっちゃいましたね。前回そういえば浜八戸さんで昼飯を食べてきたんですけどね、味噌豚骨の野菜増しにしたんですけども、普通のやつはもやしに味がついてないんですけども、味噌豚骨はですね、味がついてるんで、比較的食べやすいですね。いつもは先にもやしを食べちゃうんですけども、前回行った時はですね、麺ともやし一緒に食べましたね。なんかそっちの方が美味しいような気もしたんですけどね。前回の時ですね、2代目店さんでちょっと麺、400g にしてですね、野菜増しにしたらですね、ちょっと食えなかったんですよね。ちょっともったいなかったんですけど、体調悪い時は食えないですね。野菜増しくらいでとどめてた方がいいんですけどね。撥水とかやってた方がいいんでしょうかね。ちょっと天気が微妙なんですけども、あと泡洗車もありますからね。あれだと結構汚れが落ちるので、はですね、ちょっと燃費運転で走行してみてですね、どれくらい差があるのかちょっと検証したいんですけどね。リッター2キロくらいしか変わらないんですけどね。ガンガン踏んで16の後半くらいですけど、高速タ
多様で走ってますと、まあ20は超えるんですけどもね、これくらいの速度が一番、まあ、燃費がいいんですけどもね。ガソリンはまあリッター125円がしばらく続いてますね。一時期110円まで下がったんですけどもね、またじわじわとこう上がってきまして、安くなった感覚がないんですけどもね。スズメですね。踏切は引っかからないですね。あ、引っかかってしまいましたね。ダメでしたね。上りでしょうかね。上りでしたね。これは仙石東北ラインで、それではこちらでカットします。失礼します。職人号です。
ては洗車ですね。ちょっと今日は別ルートからちょっと行ってみようと思いますけどね。なりましたね危なかったですね。いけませんね。ここはですね、これがあるんであんまり通りたくないんですけどもね。復興住宅が結構建ってたんで、ちょっとこちらの方ですね、移そうかなと思ったんですよね。にもツルハドラッグさんができるんですね。ちょっと多いですね。なんか1キロ圏内に何店舗あるんだっつ感じですけどもね。向かって右手ですね、ツルハドラッグさんができましたね。まだこれ回転はしてないんでしょうかね。
セブンイレブンさんすぐ隣なんですね。あ、まだ開店はこれしてませんね。ここにもちょっと不自然な空き地があるんで何かできるんでしょうね。左手は愛の屋さんの看板が見えてますね。かなり大きな作りですけどもね。はま寿司さんの隣という感じでしょうかね。しかしいろんなお店ができましたね。しばらくこの位置にですね、だいぶ変わっちゃいましたね。空いてましたね。また雨降らなければいいですけどもね。希望の洗車コースボタンを押してください。
洗顔ホール、ビアワイパーなどの装備品があれば、他に装備品があれば、料金を入れてください。Thank you.
それではこちらでカットします。失礼します。はい、モカ8625です。ですね、今日は泡洗車のですね、撥水にしましたね。なんかすごい泡が出てきたんですけどもね、あとは用事は済んでるんで、浜八道の2代目店さんの方に行ってみましょうかね。この前ちょっと食えなかったんですよね。プリウス2連発でしたね。ちょっとここも流れが悪いですね。
くなってきましたね。ただ洗車してた時はちょっと風が冷たくてですね、鼻水が出てきてしまったんですけどね。自転車の黒猫山本さんの発想なんですかね。初めて言いましたね、自転車なんですけど。切りまで繋がってましたね。
これファミリーマットさんに変わりましたね。サンクスさんだったんですけども、ファミリーマートさんに変わっちゃいましたね。2月21日ですね、オープンということで、またここの駐車場をお借りしますけれどもね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。825です。今日は野菜増ししたんですけどもね、なんとか食べられましたね。やっぱりもうちょっと食えるかなっていうくらいがちょうどいいですね。400g の麺はちょっときつすぎたので、今日は普通にしましたね。あとはドン・キホーテさんで買い物して帰ろうかと思いますね。店舗ですね、改装予定のサンクスさんがあるんですけども、ちょっと行ってみましょうかね。ロッシャーですね。パソコンショップさんも行きたかったんですけどね、今度の機会で。これもフィット2連発でしたね。この工事は、アスファルトの補修はほぼ完了した感じですね。ようやくという感じですけどね。これからあとペイントすると思うんですけどね。
まだサンクスさんですね。このサンクスさんも近いうちなんかファミリーマットさんになるそうですね。まだこちらは営業してましたね。で、ではちょっと U ターンですね。これ左手が仙石線になりますね。また黒猫大和の配送ですね。救急車ですね。お、何でしょうか、緊急搬送でしょうかね。いつもとは違うサイレンでしたね。ようやく舗装してくれましたね。すごいガタガタな状態でしたからね。場所だけちょっとアスファルトが剥離されているところがあるんですよね。舗装埋めましたかね。この間下見した時はちょっとすごい段差になってたんですよね。敷いてありますね。
信号変わっちゃいますね。松福さんはなんか閉店したんでしょうかね。しばらくやってないんですけども、一度だけこう入りましたけどもね。ですね。ここは防波堤だいぶできましたね。
それではこちらでカットします。失礼します。はい、エモコン職人号です。では今日は帰りますね。今日はですね、マウスウォッシュとかの歯磨き系ですかね、それがほとんどだったんですけどね。こちらのお店結構品揃えがいいんですよね。リステリンのですね、トータルケアってやつをいつも買ってるので、今日もそちらにしましたね。1リットルのやつを買うんですけども、1ヶ月ちょっとでいつもなくなっちゃうんですよね。朝と夜は歯磨きしますから、なくなりますからね。ちょっと今日500ミリのやつがお試し価格だったんで、これを2本買ってみましたね。前回ドラッグストアさんで買ったやつはですね、低刺激性のやつだったんで、あんまりこう歯磨きした感覚がなかったんですけども、今回は通常のやつですね。色はどちらかというと紫っぽいやつなんですけども、それにしたんで多分大丈夫だとは思いますけどね。ですね、この間古川行った時もちょっと見かけたんですけどもね。丸太が行きましたね。
今日飛行機が結構飛んでますね。ちょっとあれですね、洗車すると必ず雨が降るんで、そう天気が崩れてきましたね。セブンイレブンさんで終了ですね。
それでは失礼します。お疲れ様でした。